チャンネル、えい、まあ、岡です。スギ無垢細工のウイルス対策、自然素材のウイルス対策はスギ無垢細工の調湿性と漆喰の漆喰壁強アルカリが有効だと言われています。湿度が低いと乾燥すると、室内のウイルスは浮遊するんですよね。湿度が高くなると水分が張り付いて落ちていきます。まあ、壁に張り付いたりするんですよね。スギ無垢剤は空気中の、水分を吸ったり吐いたりして、室内の湿度を調整します。室内を適当な湿度に保つわけですね。これがウイルス対策が有効だと言われております。今日一日、朗らかに、安らかに、喜んで、住んで、働きます。以上です。